電子戦電子攻撃デコイデコイは敵を疑瞞して本物の目標と誤認させる目的で展開する装備の総称。電磁波を対象としたものは電子対抗手段の一種に分類される。デコイには様々なものがあるが動作領域、受動、能動性、任務と装備方式の4つの軸によって分類することができる。動作領域受動、能動性任務装備方式また 演習や訓練で使われるターゲットをデコイと呼ぶこともある。イギリス軍がノルマンディ上陸作戦で使ったパラダミー、ルパート S-300 のダミーバルーンフレアを放出する C-130 使い捨て型デコイは最も古典的なものであり、特に歌詞光大域で敵の目を欺くものは有志以来広く用いられている。日本史上でも、例えば地波ヤ城の戦いにおいて、 楠木正成が、藁人形を兵士に見せかけた例が、太平記に伝えられている。現代でも、同様に、敵の空爆が予想される場合に、作敵を疑問するため、木、紙、布、風船などで、戦車や航空機に似せたハリボテを作ることがあり、戦士上ではガザラの戦いで、エルビン・ロンメルが、エル・アラメインの戦いで、バーナード・モントゴメリーが用いた例が広く知られている。また、 空挺部隊がパラシュート降下するときに空挺兵に似せたで恋を同時に投下し、対空時間内に狙撃を受け被弾する可能性を確率論的に現時、敵を欺瞞する。これをパラダミーと呼ぶ。ただし、パラダミーには気象状態を確認する用途もあり、この用途ではレジャー目的のスカイダイビングなどでも使われる。第二次世界大戦で ドイツ軍がオランダとベルギーで初めて使い、ノルマンディ上陸作戦で連合国軍が多用した。フレアは赤外線センサに対するアクティブデコイとして広く用いられている。また、近年の高波ホーミング誘導方式の進化に対抗して可視光線や紫外線をカバーするものも出現している。レーダーに対してはパッシブデコイであるチャフが古くから用いられている。 弾道ミサイルの一種であるマーブのデコイも同様にパッシブ方式である。マーブは複数の弾頭を搭載しているが、その中にアルミ塗装した風船を混ぜ、レーダーでは弾頭と区別できなくする。デコイは弾頭やチャフなどと共にミサイルバスに搭載される。中間フェーズで本物の弾頭と共にバスから放出され、最終フェーズでは大気との衝突で燃え尽きる。 迎撃を妨害するというデコイ本来の効果のほか、本物の弾頭がどこを目標としているかを着弾直前までわからなくさせるという効果もある。また、近年では、なるかのようなアクティブデコイも登場している。古いものとしては、第二次世界大戦末期、一部の U ボートに、ノイズメーカーと呼ばれるデコイが装備された。このノイズメーカーと呼ばれるものは、おとり魚雷タイプのデコイとは違い、 U ボートから出されると、化学反応を利用した泡を放出しながら、水中をしばらく漂い、ソナーを利用しての探知行為をかく乱するものであった。ちなみにこのノイズメーカーには、いたずらをする妖精の、コボルトをもじった、ボルトというあだ名をつけられていた。ン、あれマイナス50戦闘艦や軍用機と栄光策で、つながれて、母艦、母機からの完成を受けつつ栄光されるものであり。 電波帯域では、暗、あれマイナス50、暗、あれマイナス55、音は領域では、暗、SLQ-25 ニキシーが代表例である。これらはいずれもアクティブデコイであるが、一方、海洋戦においては、連合国側が第二次世界大戦時の大西洋の戦いにおいて、U ボートから発射される音響追尾型の魚雷へ対抗するため、感染が栄光する方式の発音機の、 北沙を開発、装備している。また現代では、レーダーリフレクターを搭載した小船を栄光する、という原始的なパッシブデコイも用いられうる。トールドを発射する回マイナス14ある。程度自律的に行動するものもあり、それらは、無人兵器にも分類される。また、航空機から発射され、自力で飛翔するデコイは、空中発射デコイと総称される。マクドネル社のクエール。 イスラエルミリタリーインダストリーズ社と、ブランズウィック社の先日空中発射で来い、レーセオン社の小型空中発射で来いなどがある。音は領域で動作するもののうち、魚雷発射管から発射されるものは、おとり魚雷とも呼ばれるが、魚雷よりもずっと小型なこともある。弾頭はなく、偽のスクリュー音や反射音を発することで相手方の衣服を拡乱させ、敵味方の識別を困難にする。 アメリカ海軍のモスマーク70などがある。ありがとうございます。